北賀の高野の話聞くぜはい、ということで始まりました岸高の高野の話聞くぜでございます。ですね、こちらは皆さんからいただいたお悩みを私岸高の高野が解決していこうじゃないかという企画になっておりますね。この時期皆さん外出れないと思うんで、僕もこうやって家の中でなんかお送りすることができればなと思ってやらせていただいております。はい、まあいろいろありますけど今日もお悩みの方が届いていますよ。はい、あ、魔石に入ったばかりの海の宝ですね。海の宝ってすごいですよ。名前本名なんですよ、海の宝が。あの宝ってあの海の宝石の方で宝っていうゲームでやってるんですけど、宝っていう字は違うらしいんですけど本名でやってるっていうね、漫談がちょっと面白く、はい、もうこれからどんどん成長していくんじゃないでしょうかという期待の新人でございます。来ています。魔石の、魔石の先輩後輩がよくわからなくて困っています。年齢、芸歴、事務所に入った順、なるべく減り下りたくないので教えてください。右も左も上下の関係も何にもわからなくて困っていますということですね。なんで減り下りたくないって、舐めてんだろお前。減り下れよ、入ったばっかなんだから。みんな先輩でいいんだよ。でその中で実際喋ってみて、確実に後輩、確実に自分たちより若いなとかで、何年目なんですかとか言って喋ったら、あ、じゃあ俺の方が先輩だったんだねとかでやってけよ。基本的にお前が一番後輩だよ、入ったばっかなんだから。なんでなるべく減り下りたくないって、もう一番なんかおどおどしとけよ。ダメだなお前、減り下りたくないとか言ってるやつは。一番なんかなんかをいつもこう言われるかもしれないとかで、先輩とかに、おい、来い来いつってなんかいじられたりとかしたら、ってやれよ。そっからでいいんだよ。で、そっから後輩とかも入ってくるし、で、よくよく聞いたら芸歴が、その、俺の方が先輩だったんですねってところから、あ、じゃあタメ口で行きましょうよとか、あ、じゃあ海の宝さんみたいな感じで敬語になったらやればいいじゃん。それ別に魔石に限らず、人間関係なんだからそうだろ。年下にタメ口聞かれることだってあるだろ。年上にタメ口聞いたこともあるだろ。それが人間関係だから。なんとなくこう、探っていかないと自分で。決まりなんかないんだよ。魔石は特に決まりなんかないですから。他のね、事務所と違って、その、養成、みんな養成所上がりとかじゃないから。何期生みたいなのがないから、もういろんなところからガーって集まってね、その養成所行ってる人もいれば行ってない人もいるし、他の事務所でやってた人もいればやってなかった人もいるから、だからもうないから決まりは、自分のこの肌感覚で、だからお前も俺のこと後輩かなって思ったらタメ口で来いよ。殺してやるけどな。はい、ありがとうございます。でもね、今度だからご飯食べ行こう。皆さんもね、だからね、人間関係ですから、あの敬語とタメ口のね、感じとかそういう上下関係とか気になると思いますけど、そういう決まりがはっきりあるんだったらいいですけど、ないんだったらその自分のね、肌感覚で、ああそろそろね、なんかタメ口でもいいような関係かなって思ったらタメ口にして、それがやっぱり変だったら向こうも気になるし、あ、こいつタメ口にしたって思われたらやっぱ変なタイミングなんですよ。いいタイミングでこう、人間関係ですから上下関係っていうのを分かってってやっていったらいいんじゃないですか。はい、ということでこちらのね、チャンネル登録お願いします。そして高評価、こちらの動画も高評価お願いします。ありがとう。